さて始まりました。ともに右のオーソドックススタイルフェザー級です。お互いにミドルあるいはローキックを伸ばしています。左のミドルを伸ばします。皆川ローキック、皆川今度は皆川の前蹴り、じわじわっと出るのは皆川です。ここは今度は大地がパンチを振るいましたが空振りになっています。肘打ち皆川、膝うまいですね皆川選手。ああはい、お膝うまく膝を打って、そしてボディーブロー皆川出る。キャリアでは勝っている皆川、しかし3戦全勝の大地大和、白いトランクス大地大和、黒いトランクスはみんな、お左フックを放った。第一も左のパンチを一つ返しました。ガードの上から皆川がパンチを放ちます。足を取る、膝を出します皆川。この首相撲に関してはキャリアで勝る皆川の方がうまいですか、どうですか。そうですね、皆川選手の方がしっかり組めて膝も出せているので、皆川選手の方がちょっと首相撲はうまいですね、はい、左のミドルを出しました皆川。第一ラウンド残りは1分です。黒いトランクス赤コーナーの皆川、しかし左のいいパンチを返しているのは大地大和。大地選手パンチ強いですね。はい、左のジャブを伸ばした大地大和。残り30秒第1ラウンド、前蹴り皆川、この辺りはブロックしています大地です。第1ラウンドもう残り時間はほとんどありません。足を使っている大地大和、第1ラウンド終了です。じわっと出る皆川、交代しながらパンチをする大地みたいな感じですかね、第1ラウンド。そうですね、皆川選手の方が手数も多くてヒット数も多いので、押してはいるんですけど、はい、まあ、何発か大地選手のパンチも当たっているので、はいはいはい、もっとアグレッシブに攻めてもいいんじゃないかなとは思います、うん、はい、まあ、これガラッと第2ラウンドになると、ね、展開変わるのがキックボクシングですからね。そうですね、一時もあるので、はい、また楽しみですね、はいはい、お互いにセコンドからどういう指示が出ているのか。第6試合のジャパンキック対 NJKF の対抗戦フェザー級の3回戦です。黒いトランクスが皆川、白いトランクスが大地大和。ローキック、そして右のフックを伸ばした皆川です。今度は大地がハイキックを見せました。ボディへのパンチ皆川、右のミドル皆川、皆川ローキック。皆川のしかし右の太ももの内側がねかなり腫れてる。これ大地選手のキックがこの辺りに決まってるってことですね。ね、そうですね、左ミドル蹴ってその内側入れたりしてますね、はいはいはい、おっと大地のタイミングのいい右のパンチ、
蹴りに合わせましたね。はい、はい、あ、大地のタイミングのいいパンチが出てきます。パンチ当たってきましたね。はい、はい、出るのは皆川なんですが、皆川選手ちょっとやりにくそうですね。あ、そうです。おっと、バックスピンキックを見せました皆川です。交代しながらも正確にパンチを決めている大地です。間合いを詰めるのは皆川。左のフックを伸ばした大地、ここをこかしたのは皆川です。皆川選手の蹴りにパンチ合わせてますね。あ、そうですね、狙ってますね。はい、また出るのは皆川です。出てくるところに大地のパンチ。ここは膝を出す皆川。この辺りは皆川うまい。そして首相撲皆川選手、はい、そして肘も出しています皆川です。残り30秒第2ラウンド、いいタイミングで膝を出している皆川です。もう時間はほとんどありません。第2ラウンド、第2ラウンド終了です。宮本さん、第2ラウンドちょっと展開が変わってきたようにも見えましたが、はい、そうですね、ちょっと皆川選手が出てくるのに合わせてパンチをやっぱ狙って、はい、当たってきてもいるので、はい、やっぱ首の攻防になるとやっぱ皆川選手がやっぱ上手いですね。そうですね、しっかり膝も出ているので、はいはい、そのあたり第3ラウンドはまたどういう風な組み立てで来るのか両選手です。ラストラウンド第3ラウンドが始まりました。常に出ていくのは皆川なんですが、ただしっかり大地の方もパンチをタイミングよく返したり打撃はしっかりしています。第3ラウンド、さらにまた皆川が出ようとしている。おっと、今度は大地から行きました。この首相撲の展開は常に皆川がやや優勢かなという印象はあります。はい、ただ見ると皆川選手右のももの内側も赤く腫れてますね。すごいですね、しっかり蹴りにも対しても返せているので、はいはいはい、ここはダッキングを見せました皆川。あの犬痛いですね。あ、ちょっと効いてきてますね、はいはい、おっと、伸びるようなパンチ第一。左フック、第一ヤマト、さらに左フック、2発の左フックが当たった第一。皆川もひるまずに出る。さらに首相撲でこかしに行った皆川です。このあたりの膝もまたこの首相撲ではやや皆川優勢の印象があります。そうですね、
ここでまた膝を出す皆川。さらにまた膝を出す皆川、膝を出す。ちょっとお腹効いてきてますね。はい、はい、嫌がってますね。残りは45秒。蹴れるといいですねここ。まもなく残り30秒になります。第3ラウンド、この接近した中から第一大和がパンチを繰り出していますが、ここはまた小かしに行った皆川です。そんな削られるんですよね、小かされると。そうですよね。あと第一大和が激しく左右のパンチを振るいますが、最後勝負出てきましたね。残り5秒、徹底的に膝打ち膝蹴りを見せている皆川、果たして採点はどうか。まあ、手数では常に皆川の方が多かった印象がありますが、ただ採点はどうですかね。でも首相撲でちょっとポイント取ってるんじゃないかなとは思うので。そうですか、そうですか。大選手もパンチ場面は全然あったので。さて採点の結果はどうでしょうか。勝者赤コーナー宮川。やはりその首相撲の優勢。3対0ですね。そうですね、今年に入って連敗していた皆川がここはしっかりと、まだキャリアの浅い第一大和を下しました。